って、もう夏休みだっけ。ほら、リノン。ん？もう邪魔しないで。ダメだって、まっすぐったいから。あ、おはよう、カイト君。おはようございます。前略、姉上様。不肖の弟です。夏休みの初日からヤバいです。理性を保てるかどうか正直自信がありません。ご覧のスポンサーの提供でお送りします。カイト君。はい、何でしょう。そのカメラって買ったの？にしてはかなり古い感じがするけど。家の納屋にあったんです。多分死んだじいちゃんのだと思うんですけど、なんとなく気に入って。ねえねえ、どうやって使うの？簡単ですよ。このフィルムをセットして、レンズのピントに合わせてシャッターを押すだけ。何？近い。夏休みの初日からだいぶフランクになってきたわね。そんなことはありません。チース。こんにちは。何してるの、カイト君？柔軟かな。さあ、楽しい楽しい映画制作を始めましょう。なあカイ、今日は何を撮るんだ？知らないよ。脚本担当はレモン先輩だろ。大丈夫よ。今日の分の本は出来上がってるわ。今日の分？私の制作スタイルは香港式。ん？今日撮る映画の内容はその日の朝に決めるの。それは行き当たりばったりというんじゃ。着替え終わったよ。うわぁ、すっげえ似合ってますよ先輩。そうかな。どうしたんです、この衣装。かなりお金がかかってるような。学校のコスプレ部に協力を依頼したの。そんな部あったっけ。どうかな、変じゃない？似合ってますよ、本当に。ならいいんだけど。今日撮る内容はヒロインが初めて男の子と出会うシーンよ。恋愛ものなんだ。すごくいいかも。ちなみにヒロインは宇宙人という設定だから。は？斬新だな。それであの衣装なんだ。地球に降り立ったヒロインが地球人の少年と運命的な出会いを果たす。セリフは全てアドリブで、あとは監督に任せるわ。むちゃくちゃですよ。それで地球人の少年役は？俺はカメラを回さなきゃならないから。必然的に俺か。いいと思う、すごくいいと思う。待ってくれよ、
俺は裏方を手伝うつもりだよ。石垣君、ん？状況に応じて対応する。そう、現場は生き物なのよ。知ったような口を。いいじゃない、高槻先輩みたいな美人の相手ができるんだから。きっと一生忘れられない思い出になるわよ。俺の人生ここがピークかよ。いいからいいから。お前楽しんでるだろ。そんなことない。ない、宇宙人の役。どうしました？なんでもないから。よしっと。カイト君、準備整ったよ。よし、じゃあ用意スタート。ここが地球。開発レベル F の辺境惑星。宇宙開発は始まったばかりで、有人で到達したのは月と呼ばれているこの星の衛星のみ。結構セリフがリアルですね。たどたどしいけど。次、石垣くん入るわ。私はこの星に来たのには理由がある。私はこの場所で。そこにいたんですか。あなたはあなたを探していたんです。私を。すでに出会ってる設定になりましたよ。いいから。ずっと見ていました、あなた。え、つまりあなたは宇宙人だ。えそして俺はメインブラック。メインブラックは。はい、カット。素晴らしかったわよ、イチカ、石垣くん。え、いや、つい熱くなっちゃいました。相手役、死んじゃった。いいのか、これで。先輩、すごいアドリブでしたね。なんとなく。で、今は？映画の内容が変わったから、レモン先輩のアイデア待ちです。なんでもヒロインは逃亡を開始。メインブラックによる激しい追跡劇が始まるとかなんとか。へえ。ここ、どうです？ここの景色、この先に池もあるんです。あ、ほら、先輩前に言ってたじゃないですか、行きたい場所があるって。木があって、池があって、何の特徴もない場所なんだけど。それじゃあ探しようが。そうだよね、でも行きたいの。カイト君、覚えていてくれたんだ。それっぽい場所チョイスしたんですけど、違ってるみたいですね。すいません。そんなことない。え、ありがとう。また探しますから。このなんですか、やめてください。カンナ、イチカ先輩たちに飲み物持ってってやれよ。なんだよ。前々から気になってたんだけど、哲郎、私の気持ち知ってる？バレバレだからな。いつから？忘れた。もしかして応援してくれるの？幼馴染だからな。ありがとう。哲郎もできたら教えて、応援するから。そりゃ無理だな。痛いわ、北原さん。すみません、ぼーっとしてて。私できたわ、撮影再開よ。追っ手から逃れるため、ヒロインは宇宙船に戻り、そこで仲間と合流するの。仲間？誰がやるんです？この子よ。なあ、ディノン？いつの間に。この子は宇宙船の生体端末という設定よ。よろしく頼むわね、イチカ。まあ、では始めましょう。レモン先輩、準備が整いました。了解よ。もう誰が監督だかわからねえよ。カメラ準備は？はい、整ってます。用意スタート。リノン、
追っ手が来てるの。お願い、私を助けてな。あそうはいかないな。え、あの、どうして兄さんの仇はこの俺が取る。うわえね、はい、カット。素晴らしかったわよ、イチカ、石垣君、リノン。いや何勝手に乱入してんだよ役者としての差がかな。その気になりすぎだろう。あの、これからどうするんですか。決まってるわ、これから考えるのよ住む場所がない。そうなの。あ、だったら俺の家に来ませんか。俺一人暮らしだし、家に部屋余ってますから。本当に？ええ。あ、ありがとう、本当にありがとう。ああ、はい、カット。ようやく本筋に戻りましたね。ええ。はあ、お疲れさん。つうか俺いつの間にか役者やってるし、カメラやってねえし。いいじゃんか、一華先輩の相手役なんだから。お前まさかわざと。どうでしょう、カイト君が相手役になっちゃいましたね。結局ね。これから二人はどうなると思います。え、わからないかな。なら先輩はどういう展開になればいいと思いますか。幸せになれればいいと思うけど。ですよね。そうですよね。結局監督もカメラもレモン先輩だし、これからどうなるんだか。お先に失礼しましたいえいえ、いいお湯でした。で、明日も撮影みたいですよ。レモン先輩次第ですけど。何？レモン先輩に言われたんです。ヒロインが地球の生活に馴染んでいくシーンをできるだけ撮っておけって。こんなとこ撮らないでいいです。あのね。はい。映画の話なんだけど、カイト君はヒロインの正体を知ったらどうする。それはレモン先輩が考えることで。カイト君ならどうするか教えて。まあ単純にすごいなと。そういうことじゃなくて。宇宙に連れてってもらえるかなとか。規則があるから。は？違う星の人と一緒にいても平気？変な液体とか出さなければ。そんなのない。だったらいいんじゃないですか。別に俺は気にしませんけど。そっか。先輩？お茶入れてくるね。え、先輩何だったんだ。はい、谷川。あ、ミア、私。やっぱり撮影はなしか。この雨だもんね。うん、わかった、また連絡するね。じゃあ。何の話をしてたの。いや別に。大したことじゃないわ。うん。高月先輩、ここでの生活慣れました？うん、もうかなり。でもさ、先輩ちょっと変わってて、チョコレート味のカレーとか作るんだよ。え、ダメなの？まあちょっとだけ。そうなんだ。食材買い足さないと。じゃあ帰りスーパー寄りますか。うん。そういえばティッシュが少なくなってましたね。洗剤も。だったら薬局にも行きましょう。そうね。はーい、どちら様。あ、谷川？こんにちは。お母さんに持ってってあげなさいって言われて。野沢菜。ああ、ありがとう。へえ、こんなにたくさん。カイト君大変。なんです？
この家古いから。晴れたら屋根見ときますよ。ごめんなさい、びっくりしちゃって。まああんまりないことですから。うわあら、谷川さん。あ、お邪魔しちゃいました。どうぞどうぞって、私が言うべきじゃないけど。そうだ、よかったらお昼一緒に食べる？あ遠慮しなくていいよ。うん、なら。え、カンナ出かけたんですか？こんな雨なのに。そうなのよ、うちにあった野沢の餅出して。我が娘ながら変わった子よね。じゃあ戻ってきたら電話があったこと伝えてください。はい、失礼します。カンナ。野沢菜のサンドイッチ？せっかくだから食材に使ってみました。これは何か間違ってる？うまいですよ。ちょっとおやきみたいですけど。そう。まあグレープフルーツ丼を克服しましたからね。何でも来いって感じですよ。そのことは言わないで。また取るの？たくさん取れって言われましたからね。谷川も協力してよ。自然な感じで会話してみて。自然って言われても。ねえ、ほらほら。谷川さん兄弟はいるの？一人っ子です。でも小さい頃から鉄道と一緒に遊んでて、寂しいとかなかったです。石垣くんとはそんなに古いんだ。バカな弟みたいな感じです。そう？私からすると石垣くんの方がお兄さんに見えるけど。背が高いからそう思うだけですよ。先輩こそ兄弟は？あ、姉と妹が。三姉妹なんだ、いいな。うちは女系家族で、だからここに来てちょっと新鮮なの。男の人が家族にいるとこういう感じなのかなって。カイト君を家族に例えると？そりゃ弟だろ。そういう感じもあるけど、頼れるところもあるし、なんだろう、うまく言えないかな。あ、今の。え？いいです、そのままそのまま。わかんないよ。いいですって、ほらさっきの感じで。そんなこと言われても。あの先輩。先輩って留学してきてるんですよね？もうどのくらいここにいるんですか？半年とか1年とか？あ、それは。ごめんなさい、私余計なこと。いいの、気にしないで。私どうしてあんなこと言っちゃったんだろう。あれじゃ嫌なやつだ、ひどいやつだ、みっともないやつだ、可愛くないんだ私。なんでここにいるのよ。偶然。イオでしょ。まあな。カインチ行ってたんだろ。勇気出したじゃん。行かなきゃよかった。なんで？入っていけないの、モヤモヤするの。二人が話してるだけでそう思う自分が嫌なの。告っちゃえよ。カイはさ、まだ先輩。できない。なんで？できるわけないよ。もしダメだったらきっとギクシャクする、気まずくなる。これからみんなで映画を撮るのに、そうなったら私行けなくなる。カイト君もきっと困る。なら何もせずにモヤモヤし続けんの？人を好きにならないと分かんないよ。な、鉄
郎には分かんないよ。そうだな、悪い。私も言い過ぎた、ごめん。やんだやんだ、よかった。あのさ、カンナ、普通でいるんだ私。夏休み楽しくみんなで映画を撮るの。映画を作って学園祭なんかで発表して、とにかくいつもの谷川カンナでいるの。そう決めたの。ああほら行くよ哲郎。はいはい。あの時はそんなことがあったなんて知りようもなく、谷川の気持ちも哲郎の気持ちも北原の気持ちも知りようがなく、あの時僕はある思いにとらわれていて、先輩がいつかいなくなるという思いに。あ、え？よ、よ、は？何やってんの？い、入れてくれ。腕が持たない。な、な！生体反応？こんな時間に？なんだよ、こんな遅くに。つうか、玄関から入ってこいよ。悪い悪い。で、なんだよ。カンナな、谷川？谷川なら今日うちに。あいつ貝が好きだぜ。な、谷川カンナは霧島海斗好きなんだ。沖縄だ。ああ、沖縄だ。ナナーン、刺激的だ。ああ、魅惑的だ。ナナーン、ああ、たまんねー。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。